皆さんこんにちは、キクタスの早川洋平です。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラス、今日は第15回ということで、20回もと見えてきて気が早いんですが、石原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかだいぶ慣れて、はい、慣れてきた感じ。そうですね、なんか最初はかなり私も緊張したんですが、お互い緊張してたよね。石原さんも緊張してました。慣れないことは面白いんでワクワクするんだけど、はい、面白いなと思います。はい、はいはい、今日15回目ということでですね、質問はですね、こんな、質問いただいてます。質の高いお客様を集めるにはどんな投げかけをすれば良いのでしょうかという質問が来ています。面白いね、皆さんね、いろんな質問。そもそもこの質問を私も拝見して、質の高いっていうその定義というかですね、その質がそもそもどういうこと質の高いのかっていうところからご指南いただけると。わかりました。はい、質の高いお客様を集めるにはっていうのは、多分上質のとか、イメージでいうとアッパーの層とかリップとかね、だと思いますよね。はい、でこれ質の高いお客様を集めるにはどうするかっていう前に、そもそもその、上級者っていうんですかね、質の高いお客さんに対してビジネスを作るっていうのを考えて、そこをきちっと作ってから集めるっていうふうにいかないとなかなか難しいんですよね。でビジネスってこう方向としては2つあって、とにかく売り始めちゃって、その後にその起きてくることにどんどん対処するっていうやり方と、きちっとビジネスを作って固めた上にもう大丈夫と言って、それでこうスタート集客から始めるの2つあるんだけど、でこれ圧倒的に後の方ですよね。全部をちゃんと設計しておいて、はい、もう大丈夫っていうふうな形にしてから、それに伴って集客をかけるっていうふうなことをやった方がいいので、はい、全体としてはそんなことないですよね。でじゃあどうするといいかっていうと、質の高いお客さんを集めるにはとにかく全体のバランスを整えて、中でも細部にこだわるっていうのはすごく重要なんです。細部、そうそうそう、例えば、紙のなんかDM を送るにしても、その DM を送った時の手書きは絶対しなくちゃいけないんですけど、もしラベルを貼るにしてもずれてたらもうその時点でアウトなんで、ね、なのでなんか下請けの会社にこれラベル貼ってね、一括でというのではダメだし、例えばその届く日なんかもね、どういうふうにこう届くのがいいのかみたいなことを考えなきゃいけないし、はい、もしその電話で追いかけをするんだったら電話のスクリプトにしても、最近敬語とかあんまり上手に使わないじゃん、その辺もトレーニングするみたいな形で全体整えて、細部にこだわりましょうみたいなことを言うんですけどね。そういう意味では細部っていう言葉出ましたけど、いろいろきちんとやったつもりでもそういうところが一つ甘いと、それだけで質の高いお客さんはもう逃しちゃうというか。そうそうそう、早川君まだ若いから、はい、この辺の話に多分ついてこれないと思うけどでも絶対そうなんでね、それでその中で何をこう、気をつけなきゃいけないかっていうと、ビジネスってこれをしようって作るでしょ。でまずこんな風にして、こんな風にしてお客さんにこうしましょうしましょう、はい、こんなこともやったらいいんじゃないか、あんなこともやったらいいじゃないかっていうふうに大体発展的にこう発想するんだよね。でところが質の高いお客さんとか特に VIP には逆に何決めとかなきゃいけないかっていうと、完全にやらないことを決めとくんですよ。やらないこと、そう、これはありだけどこれはなし、これもなし、これもなし、こういうことは絶対ありえない。例えばこういう問い合わせが来てもこういうことには絶対対応しないっていうふうに、はい、ビジネスってずれるんですよ。でそれを絶対やらないことを決めといて、そこをきちっと、社長とか役職者とか、はい、現場の担当のですね、管理をするんですね、その辺のことをきちっと決めとかないと全体がザーッと崩れますから、非常にこう、やったら面白い仕事ですけどね。はい、なるほど。昔すっごい面白い話があって、はい、京都の本当に老舗の宴会をね、お茶屋さんって言うんですけど、はい、そういうとこがあって、すごい VIP のお客さんがどうしても私はその調べて聞いてと、人から聞いてその、日本に来るので一回行きたいと、ね、はい、こう言われたと。だからおかみさんがもう、いや絶対ダメですよ、うちは一元のお客さんは無理ですからっていう話があって、もうそこをなんとかって言って、何度も何度もこうしつこくお願いされたと。でそれをですね、その、おかみさんもですね、絶対に受け付けなかった。やらないことを決めてないですけど、これ誰がお願いしたと思うんですか。これダイアナ妃。あ、そうですか
全然夢にも思いませんでそれ断ったことで何が起きたかって言ったら、もともとのその京都のお店のお客さんたちが、まあさすがって言ったでこれどっちか微妙でしょって言うんです、はい、例えばダイアナ妃から社長ダイアナ妃がうちの会社に来ますって言ったらどうします、うん、それだけでも前の日からなんかいろいろ仕込みをしちゃいますね。すごい宣伝効果でしょ、はいはい、でもその質の高い、特にこれは VIP とか上級のクラスのお客さんっていうのは、はい、例えば1年や2年で作れるもんじゃないと思ってるんですよね。だからそこでこうドーンって、最近はそういう意味ではそのテレビとかに簡単に出ちゃったりするけど、はい、出ないことの方が価値をずっと作っていくみたいなことになると、それ1個取るか取らないかっていうのが結構究極的な選択で、で僕その話聞いた時に、はい、そのおかみさんってダイアナ妃そもそも知ってたのかみたいな話になったんだけど大笑いしたんだけど、さすがにね知ってると思いますけど、はい、それぐらいやらないことを徹底して決めとかないと、波及効果みたいなのがすごいんですよ。なんかやっぱりそれをなかなかできない、まあ大勢の私も含めて人間からすると、そのかなり勇気のあることだなって。そうそうそう。でそれをねやるかやらないかでやった会社落ちてくるんですよ、うん、どん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 。ああやらないことじゃなくてそれをやってしまった会社。あそうそうそう。ああそれで、ああここ自分のとこじゃないなみたいな形で、うん、その質の高いお客さんが、はい、文句を言わずに去っていくんですね、うん、これすごい。文句を言わずに去っていく。文句言わないんです。そうで、アンケート調査とかしても出てこないから、ね、この辺の質の、はい、お客さんがよろしいんじゃないでしょうかって言いますから。そうか、怖いですね。こういうのはあんまりあれですよね、うん、みんな知らないんじゃないですか。そうですね。まあ、この今日の質問で特に細部にこだわることと、うんうん、まあ、やらないことを決めるっていうことを今お話しになりましたが、具体的にそのどんな投げかけをすれば良いのでしょうかっていう答えとしては、まあ、今の2つの他に、そうそうそう、はい、そういう意味ではその社員の方の教育とかはどうするかっていうと、そういうことずっと教えてあげるですよ。あ、社員に、うん、でとしたら、例えばどういう質の投げかけの文章がいいでしょうねとか、あ、はい、ここから作らせていった方がいいですよね、うん、特にその、告知とサービスが連動しなきゃいけないでしょ、はい、なのでこういう場合は外の、まあ、ライター使ってもいいですけど、きちっとしたインターフェースを作っておいてやるっていうのがよくて、うん、僕なんかがこういう会社をコンサルするときは、はい、そういうことをずっと教えます、うん、だからまあ、そういうその質の高いサービスをするところに実際行かせて、うんうん、でそしたらどういう内閣がいいですかっていうことで、まあ、インターネットはあまり使わないと思うんだね。あ、うん、名簿キットとか、はい、からネット、それこそ質の高いお客さんをベースにして、はいはい、紹介してもらうとかって、そういうふうな形ですね。これでもそもそも質の高いお客さんっていうのもいろいろ取り幅あるからそうですよね、うん、ありますけどね。でもまああんまりみんなこういう話聞いたことないから楽しみみたいな。そのまあ質の高いお客様を集めるにはということで、うん、まあ、細部にこだわるとか、うん、いろんな細かい多分心配りとかとも必要になると思うんですが、うん、その時に、まあ、どんな投げかけっていうところをあえてもう一度お聞きしたいんですが、うん、その人に例えば、まあ、DM 一つ送るにしてもやっぱり使う言葉の使い方とか全く違うわけですよね。あ、全然違うね。で DM も紙の質から何から全部、うん、紙から変える変える、うん、昔やっぱり東京都内の、はい、もうあるその収益、まあ、収入の、ね、はい、層の方向けに DM 出したことあるけど、うん、もう完璧な上質で、うん、その時は何をターゲットにしたかって言ったら、はい、高級なフィットネスクラブとか、うん、カードのやつですよね、はい、ゴールド会員とかブラックとか、あの辺のものを全部集めて、はい、どういうふうなものをその方たちが見てるのかっていうのをベースにして作らせたことあるけど、はい、結構反響があった。紙とか質からですよね。そうそう。で今日本ってそういうのってないんじゃないですか、伝統とかないんで。あ、はい、僕はこんな仕事してるんで、例えば300年続いてるような老舗のお店とかね、それから200年続いてるような材木屋さんとか、はい、そういうとこのコンサルとかいろいろやったことあるんで、この辺のこと結構面白くて、うん、もう最後にこの、どんな感じがすればいいのか、逆にこんな言葉とかだけは使うなっていう何かありますか、そのお客さんに対してその集めるときに。やっぱ野暮な言葉を使わないでって言うんですよ。野暮な言葉、そう、分かんないよねみんなね。そうですね、野暮な、そうですね、言葉遣いもそうですし、それは相当気を使わない。本当に気を使う人って相手が気を使わないように気を使うんですよ。気を使わないように気、あ、はい、その辺の、はい、
ニュアンスが伝わるといいけど、うん、なかなか難しい。そうですね、今日はちょっと今日ついてこないね。私はやぼな言葉を普段使ってるのでそう、あのね、ギリギリってやつがあるんですよ、はいはい、ギリギリ、 ギリギリ、例えばすごく格式ばった言葉のやり取りをしてしまうと、はい、そこから距離が縮まらないんですよ、でも相手はそのままでいてくれるんですよ、はい、こういうお客さんみたいに。だからそこ崩していかなくちゃいけないんだよね。そうですよね。で、崩していくためにはどうするかって、はい、距離を縮めるんですよ。距離縮めるっていうのは物理的な距離だから、近いところに行くっていうと、はい、言葉も少しずつ崩していくんですよ。でこの少しずつ崩していく感覚が分かってる人と分かってない人ってなって、はい、どういう人を呼んだらいいのかな。昔だったら大倉とかね、のホテルの方とか、 あの辺の方をこうよく呼んでお話とか聞いたら非常にいいと思うけど、あ、車のナンバーとか全部覚えてるんだよ。すごいですね、全部覚えてる。で、着てるスーツも大体分かってて、はい、声かけるときとかけないときと、そうそうそう、いいのかいけない、かけていい日といけない日ってなって、ちゃんと会社の車で来てスーツも普通のスーツ着てるときは声かけていいんですよ、はい、でそうじゃないときってお忍びだから知らない顔しておくんですよ、うん、ところが新人のボーイさんとかが来ると、はい、あ、何々社長とか言うんですよもうそれで あとか言いながら入っていくけど、はい、もう死にそうになるみたいな、その先輩は見てて、はい、じゃあそろそろ私も年を重ねてきましたね。そこのところもきちんと気遣いできるように。ああ、そう、若いだけで。機会があったら何か、はい、教えてあげるけど、ね、いいとこも削っちゃいけないから。はい、少しずつですよね。スレスレですね。はい、でも確かにその、まあ、ホテルマンというか、そういう一流の方の、まあ、いろんなサービスとかお話を聞く機会というのは、多分探せば皆さんでもあると思うので、それは一つありかもしれないですね。うん、で、そのサービスが本当にできちゃって、抜擢されて、はい、すごいレストランの、例えば管理者になったりとか、はい、フィットネスクラブの本当にそのマネージャーになった人とかいるからね、はい、うん、だからそういうところで接してると、はい、実はそのタイミングの取り方とか、はい、接し方によって、うん、あ、こういった仕事ができるっていうと引き上げられちゃったりする可能性もあるんですよね、うん、まあ、最近はそういうふうに見てくれる社長も多いかどうかっていうのもあるけど、はい、どっからでもこう上の層に行け、はい、けちゃうはずだけどね、分かれば、まあ、今日なかなかレベルの高い話で、距離感というのも一つキーワードかな、うん、大切にしながら一気に詰めるのではなく、少しずつ親しく一気に極端にいくと、まあ、私のように一気に詰めるタイプ、はい、一気に詰めて失敗した経験が多々あるんですが、はい、最後に改めて、今日の質問、はい、質の高いお客様を集めにはどんな投げかけをすればよいのでしょうかということで、はい、一言まとめていただくと、はい、投げかけをする前に質の高いお客さんはどういうものを望んでいるかということで、ビジネスの全体をまず整えることがすごく重要ですよね。で、整えるときに絶対に大事なことは、細かいことがしっかりできてない質の高いお客さんっていうのは、さっき言ったみたいに言わないで逃げていっちゃいますから、これがすごく難しいんですよ。アンケート取りにくいですね、はい、なので細かいところに特に気を使いましょう。それからやることを決めるだけじゃなくて、やらないことですね。うちはそこにターゲットを絞って仕事するとしたら、絶対にそれ以外のことはやっちゃいけないんですよ。で、ここを守れないと絶対成功しないので、そういうことを気をつけて、こういうビジネスやってみたら面白いし、できれば非常にチャンスはありますよね、うん、はい、ありがとうございます、はい、はい、また次回もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。